セカンドネームがザ・スナイパーって言います。なんと数秒間点灯して、こちらのデモモードって何かというと、お試しプランみたいなものでして、打ち抜かれるほど惚れていただける。KTM 山形の高柳です。ついに990デュークが入荷しました。こちらの車両、本当は7月に公式的に入荷する予定だったんですが、あまりにも問い合わせや反響が多い車両だったので、なんとメーカーが特別に早めに6月に入荷することができました。なので待っていた方はかなり嬉しい知らせだと思います。990デュークなんですが、セカンドネームがザ・スナイパーって言います。かっこいいですよね。こちらのザ・スナイパーの由来なんですけど、メーカーの公式ホームページにも載ってるんですけど、驚くほどに正確にライバルを追撃するというコンセプトで開発された車両だそうです。かなり KTM 攻めてますよね。そんな990デュークなんですが、詳しくスペックの方見ていきたいと思います。エンジンの方、水冷4ストローク並列2気筒のエンジンです。排気量は 947cc、最高出力が123馬力。だいたいこの排気量だと80馬力とかぐらいの排気量が多いんですけど、それよりももう凌駕する100馬力超えるぐらい、かなりすごいパワーを持っております。最大トルク 103Nm っていう形になっています。でサスペンションなんですが、フロントが 140mm、 リアが 150mm のサスペンションがついております。シート高は 825mm となってまして、890デュークRよりもだいぶ低くなりました。燃料タンクは 14.8 リットルということで、890デュークRより少し多めになっております。車両重量は 190kg ということで、教習所とかで乗られる中型バイクよりも 10kg ぐらい軽くなっていると思います。こちらの車両価格が179万9000円、税込みとなっております。890デュークRよりもちょっとお値段はするんですけど、凌駕するスペックなど内容になっておりますので、かなりおすすめの車両となっております。では実際に細かい部分を見ていきましょう。では早速実車の方を見ていきたいと思います。まず最初に見ていただきたいのはこちらですね。ヘッドライトのお顔が変わりました。だいぶ攻めたかっこいい形になっておりまして、二眼になっております。キーをオンにしてみますね。かっこいいですよね。実は周囲の光に合わせて光量を調節する機能がついております。これのもう一つ特徴は、例えば夜帰ってきてガレージとかに入って真っ暗な時って大変じゃないですか。その時にキーをオフにすると真っ暗になって見えなくなるんですけど、今切りますね。切るとなんと数秒間点灯して消えていくっていうシステムがついてます。カウルなんですが、だいぶ直線的な感じになりまして、ザ・スナイパーっていう名前そのものな感じになってますね。カラーは珍しく KTM このブラック一色で日本だと展開しております。 KTM オレンジが結構メインだったんですが、お客様によってはオレンジちょっと強めだなっていう方もいらっしゃるので、そういう方にも気に入っていただけるような車種となっております。かと言いつつ、ここにちょっとオレンジ入れて、こういうこの差し色かっこいいですよね。あとはサスペンションとこのスイングアームですね。こちらの方が一新されまして、サスペンションを見ていただくと、前まで890デュークRの時はちょっと垂直気味だったんですが、だいぶ平行になりました。であとはこちらのスイングアームもかなりモデルチェンジしまして、細かい凹凸や大きな反動の時もしっかり衝撃を吸収してくれるような作りになりましたので、サスペンションを平行にすることと、あとエンジンを小さくすることができて、シート高の方も低くなることができました。あと皆さん、こちらちょっと見てみてください。なんか気になるというか、うん、おかしいなっていうのが、テールランプがないですよね。まだつけてないとかじゃないですよ。テールランプが実は今ちょっとつけてみますね。ウィンカーが実はテールランプの代わりなんです。なのでブレーキ今かけてみると、押してみます。ウィンカーの部分が光るんです。だいぶスタイリッシュになってめちゃくちゃかっこよくなりました。
ちなみにウインカーつけてみますね。ウインカーの場合端の方に点滅しまして、 LED なのでだいぶ視認性は良くなってます。では続いてはメーターからご紹介していきたいと思います。こちらの方だいぶ立体的になりまして見えやすくなりました。ボタンを押してみますと、こうやってバイクの画像が表示されたりして、立体的でまるでゲームの世界にいるような感じで、だいぶクオリティが上がりました。あとはここのスイッチ類の形も変わりまして、操作しやすいようになっております。スイッチがしやすい、押しやすく操作もしやすいので、こうやって押していくとライドモードというのがまずあります。ライドモードを押していきます。スポーツ、ストリート、レインと走行モードが選べます。スポーツだとスロットルの反応が鋭くなりまして、高速とかでも走行がしやすいようになっております。ストリートですと標準的なスロットルの反応になりまして、街乗りとかで大変乗りやすくなっております。レインモード、こちらの方だとスロットルを少しマイルドにすることでスリップとかそういったものを抑えられるような機能となっております。続いて ABS モード、すごいのは両方 ABS ついているんですが、なんと後ろを解除してロックして走行することもできたりと、かなり過激な走りも体験できます。続いてデモモードを紹介していきたいと思います。こちらのデモモードって何かというと、お試しプランみたいなものでして、1500キロまで通常だと有料となるオプションを体験することができます。その中で走行モードが2つ選べて、トラックモード、サーキットとかですね、あとはパフォーマンスモード、こちらも2種類選ぶことができます。それプラスこちらの方でトラクションコントロール、モータースリップレギュレーションという、後ろのスリップを抑制する機能とか、あとはギアを一気に落とした時にギアをロックしないようにする機能、こちらの方も試すことができます。あとはこちらですね、クイックシフター、こちらの方も通常オプションなんですが、1500キロまで使うことができて、クラッチを握らずに走行中ギアの上げ下げを調整することが可能です。その他に使えるのはクルーズコントロールですね。こちらの方もスイッチの方に標準でついておりますので、 890R の時はスイッチも交換しなきゃいけなかったんですが、こちらも最初からついておりますので、クルーズコントロールも1500キロまでお試しで使うことが可能です。あともう2つお伝えしてなかったことがあるんですが、スイッチの方を見ていただければと思うんですが、ハザードランプがついております。今まで KTM だとなかなかハザードランプついてない車両が多かったので、 KTM オーナーさんからすると衝撃的というか嬉しいお知らせだと思います。あとこのボタンなんだろうっていうのは、こちらの方速度設定って言って、サーキットの中とかで使うような機能だと思うんですが、60キロとか80キロに設定して、それ以上は速度出ないようにするっていう機能がついております。あとこちらの方すごいのは C 電源のポートが一つついております。なので携帯の充電などをすることができるので、こちら大変便利な機能がついております。それプラス Bluetooth とこのバイクにつなげると、インカムとかも必要なんですが、電話の機能とか、あとは音楽などの操作も車体でできるようになります。だいぶ近未来的になりましたね。車のような感じですよね。あと皆さん気になってるのは足つきについてなんですけど、890デューク R のシート高は 834mm だったんですね。こちらの990デュークのシート高は 825mm になりました。なのでだいぶ足つき良くなりました。実際ちょっとまたがってみますね。私の身長172センチです。では行きます。見てください、もうベタ足です。両方足完全についておりまして、だいぶ足つきは良くなって、これでしたら足つき悩んでる方も、例えばなんですけどローダウンっていう方法もあるので、より足つきが良くなるので、身長気にせずに皆さん乗ることができますので、非常にいいところですね。またがってみた感想なんですけど、だいぶここのお尻のところ少しもちっとした感じで座り心地が良くなりました。
あとは若干シート高が下がったかと思うんですけど、890デュークとか1290デューク、ボリュームがあって私も好きなんですけど、本当ここら辺にタンクがあるような感じで、結構お攻めるぞっていう感じなんですけど、こちらの方さほどここが影響なく、ハンドルも握りやすい感じ。なので街乗りからツーリングまで幅広く乗りこなせる車両となっております。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。990デューク1000オーバーの大きな排気量ではないので、例えば大型をちょっと乗ってみたいなっていう方とか、 1000cc オーバースペックでそこまではいらないかなっていう方、あとは例えば KTM 好きだけどカラーリング的にオレンジはちょっとなっていう方とかにも、このカラーリングだったら乗り心地体験していただけると、もう本当一目惚れしていただけるような乗り心地になっております。あとは大排気量乗ってる方とかで、大型は乗っていたいけど取り回しの楽で、なおかつ馬力があって走りを楽しみたいなっていう方にもドンピシャの車両になっております。幅広いお客様に本当に打ち抜かれるほど惚れていただけるザ・スナイパー990デューク、ぜひお店の方でご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。以上990デュークの紹介でした。